新型コロナウイルスについて道内では今日新たに1497人の感染が発表されました2日連続で2000人を下回りました新規感染者の内訳です札幌市は824人、旭川市は47人、函館市は49人、小樽市は25人道は552人の合わせて1497人の感染を発表しましたまた函館市で1人の死亡が発表されました